皆さんこんにちは、なるかみです。今日ちょっとデザートをね、やりますね。クレープです。砂糖の量だけ変えればちょっと減らすかなみたいな、目分量で減らしてもらえば前菜とかお料理系のものにも使えると思いますね。気をつけるとすれば2つかな。ダマなんない。でもダマなりそうだったらハンドミキサーかけちゃうかこすかすればお家だったらいいんじゃないですか。でもう1個はあんまりこうグルテンというかもうネリネリでもちもちあんまさせないぐらい気をつけるのはやります。卵全卵ね。グラニュー糖を入れます。はい、砂糖混ぜました。そんなすごい泡立てなくていいですけど、しっかり混ぜてもらって、このまま粉入れちゃうともちもちになっちゃうから、ちょっとね牛乳入れます。もうちょい、トータルなんか目分量でもいいけど分量の半分ぐらいの牛乳、まあ大体分量の半分の牛乳を混ざれば、ここで粉入れていきますね。あんまり全部牛乳入れちゃってから粉入れると混ざらなさすぎるので、ここで粉入れていきます。2、3回分けましょうかね。ちゃんとね粉ふるっといふるった粉ですね。はい、混ざりました。残りの牛乳ね入れていきます。あんまりダマになりそうだったらハンドミキサー使ってなり、まあ、あんまりダマになっていやこそかでもいいし、どっちみつこんな感じで。そうしましたら最後ね、分量の溶かしたバター香り付けに入れます。はい、まあ、だから砂糖の分量さ変えれば、なんだろう、なんかこの間やったようなサーモンのムース巻いてもいいし、いわゆる前菜的にサラダやなんかこうた、まあ、目玉焼きみたいな卵とか、まあ、野菜とかと一緒にこう食べてもいいと思うし、でこれねお好きな、まあ、入る容器に入れてもらって、まあそうだな、1時間最低冷蔵庫でちょっと休ませてから使ってください。まあ、チョコレートでもいいし、バター砂糖だけでもいいと思うし、バナナとかねクリームとかそういうものでいろいろトッピングは原宿的にやってもいいと思うし、まあ、お子さんいらっしゃる方とかね喜ばれると思いますしね。朝ごはんに、まあ、糖分控えめにしておいて、まあ、フルーツとか盛り付けてお子さんなんか出すといいかもしれないですよね。じゃあ寝かせた生地こんな感じ、じゃあ焼いていきたいと思いますね。じゃあ休ました生地、フライパンの馴染みがあるんで1枚目は失敗してもいいかな。2枚目からちゃんと焼きましょう。フライパンにねちょっと温めておいてバター軽く塗ります。で最初はねこの油もそうだし生地のフライパンへの馴染み方がね違うんで、まあ、1回目はしょうがないかと思ってくださいね。これフライパン手のひらぐらいサイズだから20内容が20センチ弱ぐらいかな。で多分 30cc ぐらいだと思う。一気にこうね、馴染んでないでしょ。1枚目はね捨て、もうちょい焼き目つけたいんですけどね、1枚目だけちょっと、ね、まずいきます。2枚目から本番ですよ。軽くバターまた馴染ませたら生地を一気に流します。中強ぐらい、うん、もうこれ馴染んでるね。で一回外して熱かったら何か考えて、はい、こんな感じで、まあ、2枚目からはねそんなもんは難しくないです。で広げる場所用意しておいて
裏側はそんな色つけなくてもいいと思いますよ。はい、こんな感じでちょっと広げてね、あと重ねていって大丈夫です。なんか昔はなんだっけ、ミルクレープじゃなくてなんだっけ、なんかそういうデザートよくカフェなんか流行った時代ありましたけど、まあ、冷めてから間にねクリームとかをね挟んでいってください。はい、こんな感じで、でこのままね冷めたらラップして冷蔵庫に入れるとかしてみてください。はい、どうもありがとうございました。今日はまず生地をねやって、次はまあこれを先ほど言ったようにフルーツとか、まあ、もちろんクリーム、アイスクリーム、いろんなものを試してみてください。お砂糖の量で、また雰囲気を変えるのもいいと思います。僕は次ちょっとまたクラシックなデザートに変化させたいと思います。まあ、こんな感じでお家でも作れるデザート、 YouTube の方ご覧になっていただけたら、一つでも試していただけると嬉しいです。チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。